はい、どうも、竹の子塾の大久保です。今回はですね、中学英語のなぜというところで、中学校ね、2年生で学習する不定詞、ね、不定詞ってそもそも何ですかっていうのをちょっと説明していきたいと思います。で、不定詞簡単に言ってしまうと、ここに書いてるんですけど、to プラス動詞の原型、原型って元の形ですね。to と、動詞のね、元の形をくっつけたものを不定詞と言いますね。で、この不定詞をね、文の中で使うと、大きくね、3つの働きをね、文の中でしますよ、と。で、ちょっとね、その、文の中でこういう働きするよっていうのを説明していくんですけど、その前に、ね、ここにね、不定詞を使った、ね、3つの例文書いてあるので、とりあえずね、不定詞は to プラス動詞の原型ですので、この中のね、不定詞を探してみましょう、とね。一番だったら、I go to the park to play soccer ということで、どこにね、不定詞があるかというと、ここですよね。この to play ね。to プラス動詞の原型 play ね。で、この play にね、サッカーをするっていうので、サッカーがくっついてるという形ね。一番の文の不定詞、ここね、to play soccer。で、2番、I like to use a computer ね。じゃあ、この中で、不定詞が使われているのは、ここですね。to use、use 使うっていう動詞で、to があるとね。で、この何を使うかっていうので、コンピューターがね、くっついている。この to use ね。で、ここが不定詞になりますね。で、3つ目が、I have a book to read ね。to read っていうことで、これね、一番最後にね、to と、read はね、読むっていう動詞ですので、ここにね、不定詞が使われてますよ、と。で、さっき言ったようにね、不定詞っていうのは、文の中でね、3つね、働き、役割をしますよっていうことだったんで、じゃあね、それぞれどんな役割をするかっていうのをね、見ていきますね。で、まず1番目、副詞的用語。的っていうのは、副詞のような働きをするってことね。副詞的用語。副詞のような働き方をするってね。で、2番だと名詞的用語ね。名詞のような使われ方をしますよ。さあ、形容詞的用語は、形容詞のようなね、使い方、使われ方をしますよ。ね。で、軽くね、以前の動画でもね、この特に副詞と形容詞って何でしょうっていう動画を撮ったんですけど、もう一回軽くね、復習しておくと、まず副詞的用語、ね。じゃあ、副詞ってね、もともとどんな言葉かというと、副詞というのは、簡単に言ってしまうと、動詞を修飾する言葉ですよ、とね。で、ちょっと、一番がね、この副詞的用法を使った例文ですので、ちょっと簡単にね、副詞的用法どんな、副詞的用語、副詞ってどんな文化っていうのをね、ちょっと軽くおさらいしておくと、例えば、I play soccer、ベルね。この時のベル、上手にっていうね。これが副詞になります。で、どんな働きをしてるかっていうと、このプレイね、動詞を修飾して、私はね、サッカーをする。で、ベルが上手にっていう意味なんで、私は上手にサッカーをする。ね、上手にプレイするっていうふうに、この副詞ね、この副詞ベルが、このね、動詞を修飾しますよ。ね、こういうふうに動詞を修飾するのが、副詞のよ、働き方になりますね。なんで、この副詞的用法っていうのもね、この動詞をね、修飾する、不定詞が動詞を修飾してます。じゃあ、どんな意味になるかっていうと、I go to the park to play soccer で、ね、私は公園に行きますよ。ね、私は公園に行くとね。で、なんで行くかっていうと、ここですね、to play soccer で、サッカーをするために公園に行くと、ね、いう形で、この不定詞がね、動詞、文の動詞、この語を修飾してる、ね、こういう形になります、ね。私はサッカーをするために公園に行きますよ、ね。この副詞とね、この副詞のウェルと同じように、動詞を修飾する働きをしてるよ、ね。で、次2番目の、このね、名詞。名詞ってものの名前で、英語でね、名詞ってどんな働きをするかっていうと、一つがね、主語になりますよ、と。で、もう一つが、動詞の、これちょっと難しい言葉なんですけど、目的語になるとね。目的語って何かっていうと、何々をっていう部分になりますね。ちょっとね、この2番がね、名詞的用語なんで、
どんなのかっていうと、例えば I like、まあ、music とかね、これ私は音楽を好きですっていうことですよね。こういうふうにこの動詞の後に来るね、何々をっていうね、目的語になるのが、名詞になりますね。で、この2番の例文もね、この不定詞がね、このね、I like music のこの music、この名詞のようにね、働いていると。どういうことかというと、I like、私は好きですね。何を好きかというと、to use a computer ね。コンピューターを使うこと、ね、それを好きですよっていう形になってね。I like 私は好きです。ね、何を好きかというと、コンピューターを使うことを好きです。ね。で、要はこの I like music の music で、この、みたいにね、この不定詞が名詞のように働いてるよ。ね。なんで、こういうふうな働き方で、ね、名詞のように不定詞を使うときね、これを名詞的用法と言いますよ。ね。この2番がこの名詞的用法になります。で、最後3番目、形容詞的用法とね。じゃあ、形容詞はどんな働きをしてたかっていうと、形容詞は、名詞を修飾する言葉でした。ね。で、まあ、例えばどんなのがあるかっていうと、まあ、これ3番がね、形容詞的用法が使われているんで、この下に書いておくと、例えば、I am a tall boy とかね。まあ、これどんな意味になるかっていうと、私はね、通る背の高い少年ですっていうふうに、この背の高い、これが形容詞ですね。背の高い少年っていうふうに、この形容詞が名詞を修飾してますよ。ね。他にも、例えば、she is a kind girl ね。まあ、例えばこれも、彼女は、ちょっとこれ汚いけど、カインとね、親切なとか優しいね、優しいね、少女、女の子ですよっていうふうに、ね、今度はカインドは形容詞ね、で、ガール、女の子は名詞ね、こういうふうに、トール、ボーイ、カインド、ガールというふうに、この形容詞がね、くっついている名詞を、詳しく説明している、修飾する、ね。なんで形容詞の働きっていうのは、名詞を修飾しますよ、ね、それと同じように、このね、不定詞でもね、名詞を修飾するっていう働きをします。で、そういう働きをするやつを、まあ、形容詞的用法って言いますよ。で、じゃ3番ね、見てみると、I have a book to read ね、to read。これどんな意味かというと、私は本を持ってますとね。で、どんな本かっていうと、読むための本とかね、読むべき本っていうふうに、このね、book って名詞ですよね。book 名詞で、で、この名詞をね、どんな本かというと、読むべき本とかね、読むための本っていうふうに、ね、不定詞がくっついて、名詞にくっついて、詳しく説明しているね。名詞を修飾しているので、形容詞とね、同じような働き。名詞を修飾する形容詞と同じような働きをしているので、こういう不定詞を、形容詞的用法。不定詞の形容詞的用法という言い方をしますよ。ね、いう感じですね。今回ね、このね、不定詞の、副詞的用法、名詞的用法、形容詞的用法を、説明しましたね。簡単に言うと、不定詞ね、to プラス動詞の原型、ね。で、文の中で副詞のように働く。副詞っていうのは動詞を修飾する言葉ね。名詞のように働く。名詞っていうのは主語になったり、動詞の目的を、何々をっていう部分になったりしますね。で、あと、形容詞のように働く。ね、形容詞っていうのは名詞にくっついて、名詞を詳しく説明する、修飾する働きがある。ね。で、この例文、それぞれね、これだったら、サッカーをするために行くっていうふうに、不定詞が動詞を修飾してるね。あ、これ動詞ね。動詞を、修飾するね。2番だったらね、この好き、何を好きかというと、コンピューターを使うことを好きっていうふうに、このね、like、動詞の目的語ね、この I like music のこの music のね、名詞みたいにね、不定詞が名詞のようになって、この like の目的語になってるね。名詞のような働き方をしてる、ね。I like to use the computer. 私はコンピューターを使うことを好きです、ね。で、3番だと、今度は I have a book、ね。で、どんな本かというと、読むための本、読むべき本っていうふうに、ね、この不定詞の部分が名詞ね、この book を詳しく、説明しているね。そんな感じになりますね。まあ、不定詞はね、すごい大切なね、ところなので、結構ね、つまずく人が多いのでね。
まあ、これ今回ねちょっとその3つの使い方の基本をね説明しましたので、もう一回ね、よく復習しておいてください。では今回これで終わります。どうもありがとうございました。